ちょっとね、これから自分の試合とか、まあ、リュウとかレイジの試合とかめっちゃ載せてるんやけど、その試合に向けての意気込みとか当日撮ってるみたいな感じなんで、これからちょっとひろきチャンネルフル稼働で、まあこの前やった、ブラフィーターとかもそうですけどの選手とか、僕とかリュウ、レイジ、まあうちで頑張ってる子とかの背景というか、そんなんも撮っていこうかなと思って、でまあ自分としては今回前の大岩選手との試合がまあ軽量オーバーしてもうて、そもそもまあリングに立つ資格ないなかったんですけど、やらせてもらって、まあ、結果も負けちゃっててみたいな感じで、まあいろいろこう考える時間あったんですけど、まあ今まで正直あんま集中できてなかったこともあったんで、まあ、試合経ってまだ1ヶ月ぐらいですけど、ガラリと生活を変えてやってるんで、まあ、今回チームとしてもね、まあ、ボスウィザードのボスとか、まあ、花前先生とか、まあ、フィジカルとかの先生とかおんねんけど、の人らとすげえ、試合前じゃなくてもこうコミュニケーション取りながら今後どうするかとかをいろいろやってってるんやけど、今日はウィザードのボスと、まあ、どこまで映せるかわからんねんけど、ウィザードのボスと今後どうするかっていう打ち合わせと、なんかいろいろプラン用意してくれてるみたいで、まあ、自分としても試合の次の日から節制して、まあ、今体重が試合の2週間ぐらい前の体重なんで、もう普段の不節制が半端じゃなかったなっていうのがもう今になって痛感して、その今まで落として取ったから、まあ、27で、まあ、衰えじゃないけど体もちょっと衰えになっていってるやん。でもうあるんで、ちょっとほんま言ったらあともうちょっと絞ってこう10キロ切った状態、ずっと今も10キロ切ってんねんけど、まあ10キロ切った状態をこう、まあプラ、まあ、ほんまよく言ったら試合体重契約 62.5 キロやったらプラス5とか、まあ、7.5 ぐらいが一番リカバリーで戻して 7.5 ぐらいとか、まあ、68、9で試合するから、そんぐらいでいつもスパーとかしとったら試合の時の体でスパーできとうってことやから、まあ、それが一番いいんちゃうかなと、まあ、そんなんも相談しながらちょっとボスのところでまあいろいろ喋ってこようかなと思います。確かにこう京都と神戸で、まあ、ある程度離れてる生活なのは生活なんやけど、まあ、それでもやっぱボスのおかげでこの何戦か、まあ、負けてなかったやん最近で、まあ、まあボスにも、まあ、自分で言うのもないし、ボスに言うのもボスが言ってくれたみたいに、こう才能で今までやってこれてたから、勝ててしまってたよ今まで、そこをこうなんていう、あと一歩、まあ、トップランカーとトップレベルの選手とやっていくにはあと一歩ちょっと抜けるには、やっぱ日々の努力トレーニングが大事だよっていう話で、まあ自分なりにもこう見返して生活リズム整えてやっててしてるんで、ちょっと自分自身も楽しみやしね、今から行って怒られつつ今後のまあまあ方針を決めて皆さんの前に進化した自分をね、見てもらえるように頑張ろうかなと思います。今から神戸から京都にちょっとボスに会いに行ってきます。なんかこう、まあさっきボスが言ったアスリートじゃなくていい、アスリートにもならなかったを、なんか僕20歳の時に多分デビューしたばっかで、まあ、調子こいとった時にボスに言われたことあるんですよ。もう試合以外、試合の日以外まではアスリートでおるよ。どう思うで俺は。ひろき君みたいな。もう試合までの間はアスリートでおって、試合の日はもう喧嘩したよね、ひろき君って言われたのは、すげえ今回すげえ感じたというか。まあ、結局、なんかこう、俺思うんやけど、その、やっぱ子供やねん、まだ。感覚が。まあ俺にしてもそうやし、いろんな先生に見てもらって今があるわけやけど、まあ親でもそうやけど、親の言うことを聞けへん。みんなこう、例えば子供がさ、大きくなってってさ、なんかこう、大人になってったから親の言うことは聞かへんって言うけど、はい、逆で、親の言うことを素直に聞けへんのって子供やし聞けへん。はい、んでんな。
だからこう例えばそういうアドバイスが俺が言ったとか誰でいろんな先生に多分いろんな助言をしてもらって今お前があると思うんやけど、それをやっぱりこう素直に全部行動に移せへんかったり、耳では聞こえたり、ヒロキってこう頭がいい人間やからこういいも悪いも器用に生きちゃう、はい、自分の都合のいいことをうまく聞いてうまくこの人のいいとこだけ聞こうとするけど、でもやっぱりこう練習もそうで、質のいい練習とかいい練習って無駄なこと死ぬほどして、そうですね、してるやつでないと質のいい練習は意味がないし、今の若い子ってみんな質のいい練習やって無駄なことを省こうとするけど、無駄なこといっぱいしないとあかんと俺は思うね。なんかやっぱそれをやっぱりおろそかにしてきた部分やなってすげえ思うし、そうですね、うん、なんかあんまりそのなんていうんですかね、ウィザードのコーラが毎日やってる練習の質量をせんでも勝てちゃってた、そうやな、があったし、まあそのベルトに近い位置まで来れたっていうのはあったじゃないですか、まあほんま試合前の1週間2週間ボスに見てもらって勝てちゃってたっていうのもあったし、まあ体重も落とせてたっていうのがあったじゃないですか。でなんか今回その軽量云々じゃなくて、まあ、体つきを見てもやっぱ伊藤さとみ大岩の体つきってすげえプロやなと思って、なんかやっぱそこってもうスタート地点の話、やっぱり結局でも例えばさとみくん大岩くん伊藤くん にないものってひろきはすごいあって、例えば数字もそうやし、その YouTube とかもまあいろいろ言う人いるけど、結局それって何か行動したから、ひろきが行動したからよし悪いしね、言い悪いは別として、何か行動したからこうやってファンの人が多かったり人気があったり、例えば YouTube の再生数だってもう桁が違うやんか他の選手と。でそれって別になんかこうファイターは強さを求める、俺らはそういう感覚やで、ファイターは別に数字を求めてるわけじゃなくて強さを求めてるんやけど、やけどな、なんかこう数字の取れへん、何もせえへん、何も行動せえへん人間が数字を取れてる、動いて行動を取れてる人間に対して言う言葉ではないのよ。それはもうひがみ、妬みひがみにしかならへん。だから結局やっぱ強さを求めてやるのはもうそんなもんいちいち口に出さないのは当たり前の話であって、ましてやって K1 さんとか大きい団体で試合させてもらってる中やったらやっぱファンの人も多いし見てる人も多いわけやんか。でその中でやっぱりこうさっきも言ったけど、見えへん部分でどっかでやっぱそういうお前がアスリートには負けへんぞっていうところを出していかなあかんし、だから俺はまあお前が始めたってぐらいの人に言ってたが言ってた記憶があるなみたいな感じやけど、でもほんまにそうで、俺はもう試合までは練習はスポーツやと思ってる、俺は、はい、試合はスポーツじゃないと思ってる、俺は今でも思ってる、トーマとかにも言ってる、はい、試合はスポーツじゃない、だってまあ俺前の時試合終わって死んだ人も俺の知り合いにはいるし、はい、やっぱ生きるか死ぬかってなかなかないし、そんな競技で格闘技ってやっぱこう負けた時の代償もすごい大きいやん、そうですね、全部を否定された気分になる、でもそれは逆もありきで、勝った時に相手を全部否定することにもなるわけやからさ、でやっぱりそれまでね、やっぱアスリートでいなあかん部分っていうのは俺はすごくあるし、まあ厳しいこと言えば日頃の日常の広きを見てたら全然足りてへんなってすげえ思うし、これは今回こういうことがあったからじゃなくて、やっぱりだからヒロキが言うみたいに、やっぱ俺らも、これはまあ俺はブログとかにも書いたけど、別にはっきり言ってね、はっきり言って、じゃあ試合に1ヶ月前から急に見て、俺体重管理、俺がどうこうできるかって、はっきり言ってできひん、そうできひんけど、けどな、けどやっぱり別にお前との付き合いっていうのは試合前だけじゃないわけで、それでヒロキが勝ててたり、ヒロキがやっぱり才能とか動きを俺は見てるから、いけちゃうんじゃねって、俺もどっかで甘く考えてた部分がお前だけじゃなくて絶対あるから、だから俺の責任やと俺もほんまに思ってるし、俺にも責任が絶対あるなって本気で思ってるし、だからこそこうやって失敗した時にこうやって向き合い方を変えなあかんな、考え方を変えていかなあかん、だって俺もだってはっきり言って仕事でやってるやっぱヒロキがしっかりお金っていう対価をもらってトレーナーとしてて、細かい話で言ったらさ、ヒロキが減量オーバーしました、俺がトレーナーついてます、はっきり言って俺がこれだけで飯を食ってたら俺の仕事としての価値も下がるわけやん、やんか何してくれちゃってんのって、だって変な話いろんな話があって、正直じゃあもうついからもうヒロキ見れへんわって言われてもおかしくない話なわけやん、はい、それはするせいへん別としては、でもやっぱりそこを俺はやっぱ一回その誰かなしにチームを組んだり誰かなしにお金をもらってるか取れ直してるわけじゃないし、それは初めにもヒロキに言ったし、ヒロキやしやってるし、寺島ひかるやしやってるし、白洲さんやしやってるし、俺が見てるとこと目標と感覚が合ってるから、じゃあ一緒に進んでいこうってなったわけで、
じゃあどうすんねんってなった時に、一回失敗した時に、じゃあこれからどうしていきましょう、こういう感覚で向き合い方を変えていかなあかんなって俺もすごい勉強になったし、だからこっからの細かいやり方、例えば練習方法とか、まあさっきもちょっと喋ったけど、俺はこう今回ヒロキに会うまでにいろんなトレーナーさんと喋ったり、食べるものの食生活のこととか、トレーナーのトレーニング内容とかもいろいろ考えて作っててん、リストを、はい、持ってこようと思ってんけど、ちゃうなって思って、俺はもう全部バンって消してるからそうじゃないと思って、だからさっきも言ったけど、トーマジン、ダイナ、うちの選手、別に体鍛えようと思って鍛えてないし、まあそうですね、腹筋割ろうと思って割ってないし、やっぱり格闘技に必要な、まあ、広げしていくうちで、例えば腹打ちがあったり、ローを蹴られたりとか、あんな無駄や無駄やってみんな言うけど、じゃあ実際うちの選手腹出して倒れたことないやろって話やし、それがあれなのか分からないんで、でも実際広げだって足効いてるけど、ああ今さっき言ったけど、ボスこんな足で倒れたらボスにどやされるわと思ったって思うだけですごくいいことで、俺はじゃあ俺がセコンドで、俺は別に何もでもほんまないと思ってるけど、俺がいることで、ああこれ一個ダウンなくしてたんやなと、ほんまにそれはそうですね、そういうところだと思うね、俺やっぱこう今いろんな格闘技があって、今の若い子とかいっぱい見てるけど、やっぱリングの中ってそんな合わないやん、やっぱ痛さとか怖さとかいっぱいあるやん、だから俺らよく選手サポートで俺はリングに入るから分かるけど、もう試合前のお前らなんかみんなもう不安の、初めて学校行く子供みたいな顔してる全員みんなあるから、そうだから怖いんやなって次思うし、見ててもなんかまあ異常なことをしてるから、なんか異常な生活じゃダメやなって余計思ったんですよね、今回も。なんかまあほんまに酒飲んで好きなもん食うてとかいう生活してて、なんかで仕事は殴り合いしてるわけじゃないですか。頭おかしいじゃないですか。だからまあ一番よく言うね、まあ、結局めっちゃ簡単な話ね、これ。俺いつも言うねんけど、お酒飲んで普段不摂生チャンピオンになってる人いっぱいいる、俺いっぱい知ってる、はい、いっぱい知ってるけど、結局俺が、まあ、広げてうちも来たこと何回も練習してるし分かると思うけど、俺がいつも言うのって、やること全部やって負けたら、じゃあ何が足りひんかってんって新しいものを取り入れようとするやん。でもさ、簡単に言ったら全く練習せんと試合出て負けたら練習してへんかったしや、そうっていう落としどころになっちゃうやん。これって進んでなくて足踏みしてたりしてるだけで、これが一番もったいない。減量1回するために体のダメージってめちゃくちゃかかるし、はい、みんな水抜きとか、素人の人は水抜きや塩分かって言うけど、あんなもん脱水症状栄養失調やからな。軽量会場で、まあ、こんな言ったらカメラ撮ってたら怒られるかもしれんけど、今日 YouTube のコメントとかで仕上がりがいいとかみんな言うとるけど、はい、アホかと思っても俺みんな病人じゃん、アホの会場にいるやつ。そりゃそうやろ。だってさ、1ヶ月で10キロ近く大量としたりしてる子がさ、体から水分抜いて、水分って意味分かってるって本物も見とけあれ抜けてんの体液やからな。いや、そうですよね。飲んだ水じゃないからな。体液ってこれみんな知らん人多いけど、一番初めに頭の脳みその水分から抜けて、一番最後に脳みその水分が戻んのな、体液って。そんなの知らんとみんな言うやん、飲んで汗出してとか。汗とちゃうからね、あれ出てんの。だから例えばリカバリーの時もヒロキが俺がリカバリードリンク作ってんのも、はい、あれは薄めてんのもただの水じゃなくて、はい、電溶質なんとか水みたいなを作って、それでサプリを作ったりとか、はい、俺らも知識がない中やっぱり調べて、どうやったら水分回復するかな、どうやったらリカバリーできるかな、でこれ飲んで次はカーボドリンク入れてとかって考えてやってるわけや。結局アスリートしたやってること、はい、やのに本人がやっぱり普段からアスリートの感覚じゃなかったら良くないし、ね、さっきも言ったけど失敗したことも仕方ないし、次どうやって進んでいくかやし、だから自分の中で、まあ、ジムでなっての代表もさせてもらってるじゃないですか。で、まあ、現役選手抱えてる中で、なんかやっぱ俺が軽量オーバーしたことによって、あ、ボスしてるやんってなるこうもいないと思うんですけど、ってなる子もおるんかなとか思っちゃう。いや、いると思う、逆に俺は。でもなんか、まあはっきり言って、ほんまにまあ、ヒロキやし、いろいろ言うけど、例えばジムの代表、俺も全然まだまだと思ってんねん、マジで。俺みんな最近、俺は一応10年、ウィザード立ち上げて10年経つねんけど、俺マジで何者でもないと思ってて、俺はよく言うけど、俺はただのジムのおじさんやと思ってんねん。俺は別に何者でもない。自分が、だって、ヒロキなんかよくわかると思うけど、ミットの持ち方って誰かに教わったっけ？教わったことないですね。コンビネーションの考え方誰かに教わった？
例えば相手の対策って言うけど相手の試合映像見て癖の見方なんか教わってへん。俺やってやっぱりこう格闘技だけじゃなくて日常生活とか自分の仕事で騙されたり痛い目あったりしててこの人のこういう言葉こういう顔つきの時はこう気ぃつけなあかんなとか世の中にはいろんな人がいるからさそれで学んだことをこっちに落とし込んで相手をこう見たりとかって自分で一から作ってきたもんやんか。だから俺もまだまだやけどヒロキが自分の代表やったりっていうのを俺は全然まだまだやと思ってるし、なんかこうめっちゃわかんねん。俺も若い時から21の時から自分で商売してるからわかるけど社長になり社長風すごく社長を演じたい演じてた。俺は社長はこうやな、そうですね、従業員はこうやな。だから俺は今ほんまにトーマとかジンとかダイナのことをうちの選手なんて思ってない。俺は全然俺が育てたなんて思ってない。何も思ってない。あいつらがいるから俺がいるし、トレーナーって今日もなんか誰かでツイッターから言ったけどほんまその通りだと思って、別に選手のためにいるの俺らは。ただ全部選手ファースト。あ、渡辺さんですか、なんかな言ったって俺はすごいほんまはその通りだなと思うし、俺があいつらを育ててやったとかヒロキに関してもほんまに思ってないで、俺がいたから勝てたとかマジ1ミリも思ってない。俺はヒロキがやったことが身になって、俺がたまたまじゃあ俺と馬があってタイミングがあって空気感が合うからちょっとでもやりやすくなった、信じてくれた、俺がいるからボスこれ足痛いで倒れたら怒りよんな、倒れんとこでダウンが1個免れた、そんなもんやん、トレーナーって。俺ほんま思ってる。だからヒロキもジムの代表としてもちろん今回のことっていうのは下に対していろんな悪い影響も与えたかもしれんけど、そこを気にしてるようじゃ多分それってまあ分からんで、すごいヒロキには失礼な言い方かもしれんけど、それはほんまに下の子を気にしてるんじゃなくて下の子にお前がどう見られてるかを気にしてるだけなんだって次思っちゃうし、そうじゃないし、だからやっぱ見せていかなあかんし、なんかもう割り切ってなんかすげえジムの代表としてちゃんとせなとか思ってたんですけど、分かるよ、めっちゃ分かる、めっちゃ分かる。割り切ってまあなんか正直もう27歳であと何年できるんか分かんないですけど、まあこれ木戸さんみたいなレジェンド、俺が幸せさんみたいなスーパーレジェンド、そしたら化け物やから俺じゃないですかあみたいね。なんか自分もやっぱこう一生しときたいっていうのもあるし、絶対好き、まあ多分現役辞めてもジムはしてるしがあるんで、なんかこうどっちみち現役で代表できてるっていうか、まあまあそういう確信になってるんで、まあ、あとはもう現役なんか自分も今酒飲んで飯食ってとかをしてて現役を引退したりキャリア終わった時に多分後悔するなって自分で思ったんですよ。なんかこうあれちょっと、まあ、正直こういろんな人に才能あるって言ってもらってて、なんか練習戦でも勝ててきてしまってだから練習、あほんまに酒とか何もちゃんと節制して練習しとったら今の世界チャンピオンやったらいいなとか思いながら行きたくないなと思って、やったらもう本気でやってみようと思ってなんか全部節制しながらやってるんですけど、まあ、そうそれを見てなんか、まあ、僕めちゃくちゃ酒好きじゃないですか、うん、をやめてる僕を見てなんかこう下の子がちょっとでも思ってくれたらなとか思って。いやほんまそう、なんか誰よりもそれを、でもそれってななんか結構俺はなんかいっぱいいろいろ後々気づくことがいっぱい、今言ってることは多分10年後何を今言ってたやろと思うやろうし、俺もほんまそうやねん。なんか別に俺ほんまになったみたいな何者でもないし、育ちも悪いしさ、なんかこうガキの頃なんかも俺大人のこと舐めてたからさ、何言ってたやんおっさんって。俺ほんま10代20代の頃30代40代の人に可愛がってもらって見かけてもらったけど、お前らとはちゃうねん俺はと思ってたもん。俺は出来がいいって思ってたもん自分で。俺はお前らが苦労して経験してよとは俺は一聞いたら全部わかんねん、口で言ってない、そうっすね、はいはいって舐めてた。でもいっぱい失敗したし、ほんまに痛い目に遭ったし、だからなんか結局なんかその昔の人の言葉ってすごいなと思って、なんかこうやっぱりこう経験しな分からないこともいっぱいあるし、だからこれはお前学びやし、俺が前試合の時なんか控え室舞台裏で言ってるけど、お前学びやし、これを学びと捉えるのか、言葉だけで学びやなって捉えるのか、ほんまに親身になって自分のやってる生活を置き換えて学びと捉えるのかやし、だからなんかそのトレーニングの話に戻るけど、そのフィジカルトレーニングどうのこうのっていうのを俺ほんま思ってんけど、例えばね、ヒロキがフィジカルのトレーナーをつけて腹筋バキバキでなんかこううわヒロキ変わったなって思うのって一般のお客さんだけ、はい、俺そんなん求めてなくて、俺はやっぱり本来の
ヒロキの持ってるものがリングで出せることがやっぱり目的、うん、俺らは鍛え上げた体を見せるのが仕事じゃない、はい、だから俺はある意味アスリートにならなあかんけど、ヒロキの例えばああいう何しゃこいやみたいなああいう熱い戦いをできることって誰にでもできることじゃないし、あれはなくす必要はないと思ってんねんな俺は。だからヒロキが次の試合ボテボテの体でも倍ぐらい早く動けたらええんけって思ってんねん俺は。結局はそうですね、うん、だから酒をやめなさいとか何々をしなさいっていうのは別に口に出すことじゃなくて、早く動けるためになくそうか、うん、強く動けるためになくそうか、体作りもそうで、なんかバキバキの体、里見選手、伊藤選手、大岩選手の体になることがアスリートなのか、俺はそうじゃないと思う。多分あれはそうなっただけ。そうです。なんか本気で多分格闘技っていうか、まあ K-1 なの暮らしに向き合ったら勝手にあんな体になるんやなっていう自分も今も感じてます。だからその感覚を持ったから俺はトレーニングメニューを一回バサッと消したけど、だから結局どんだけいいトレーナーの先生をつけてどんだけ自分に投資をしようが本人が気が変わらない、ね、変わんないし確かに確かに、うん、ほんまに俺はどこまで行ってもやっぱりこうサポートであり、何かほんまの9分間延長合わせたら12分間の中で1秒でも2秒でもこの人がセコンドにいて1回耐えれたなとか、そんなためだけにいると思ってるし、結局お前時代が変わらなあかんし、これはまあ選手とトレーナーとしては置いといて、まあ一男としてもそこはやっぱりいっぱい言うことがあるなって俺はほんまヒロキも思うし、なんか落ち込ん、なんかめっちゃ落ち込んでるみたいなみんな言われるんですけど、まあそのアンチとか、まあ僕多分ボス分かってくれると思うんですけど、アンチの声が1ミリも届いてなくて、でもそのなんか男として約束計量っていう約束破れ守れんかった自分に落ち込んでるのと、すげえダサいの、そうですね、があって落ち込んだのもあるんですけど、あとは自分がこうちゃんとやっていこうと思ったのはやっぱりこう、まあ花丸先生もボスもまあこうチームの人らがやっぱこうにこう何て言うんですかね、は俺に可能性を感じてこう、いやもちろんチームとしていてくれるのに、その人らにを裏切るじゃない、その人だけを裏切ったらあかんなとか、いや前も言ったけど別にこれはもうカメラ使わんでもいい、どっちでもいいけど、俺は前ヒロキに、まあすみちゃんの前でもあれやけど、俺がやっぱ思ったのは俺らのことももちろんそうで、例えばこれ割り切ってしまったらさ、俺もお金をもらって、お金っていう対価をもらってヒロキチームを組んで試合をしてるわけやん、まあ俺を裏切った動向っていうのはそれは俺の見る目がなかっただけで、俺の仕事としての見る目が全然なかっただけで、俺が気になるのはやっぱり日常生活一緒に生活しててご飯食って飯食ってしてる奥さんがあえて私の前で頭を下げることは男としてすげえダサいなって思うし、俺がヒロキの前言ったけど一番今回お前がやったらあかんことは自分の女に、女でええな、自分の嫁にさ、男が自分の嫁に自分の好きな女とかに人の前で自分のために頭を下げさせるみたいな、そんなダサいことをしてんのは俺は年関係なく男同士の連れとして気に食わんし、ダサいことすんねんお前はって俺はすげえ思うし、ほんまそこかな、それをせえへんようにすれば多分全部繋がってくるし、お前がそこが大事、ここだけはしたらあかんかったなっていうことを多分直せば、そうすればもちろん俺らにもそうやし、応援してくれる人もそうやし、お前気にしてんアンチにもそうやし、多分全部変わってくる。物事ってなんかこう一つのことが原因でいろんなことが起きるけど、結局大事なんです、一番初めの原因、ここだけ直してしまえば大きく変わるし、いいも悪いも別として方向は変わるからさ、ここの形を変えてしまえば、だから根の部分だから、なんか今回俺がヒロキと今回今日会おうかってなった時にトレーニングメニューとか体の作り方を考えたけど、いやそうじゃないなと思ってやめてる。まあでもあんまり言うみたいにどっかで意識はやっぱそのアスリートっていう部分は作っていかなあかんし、誰彼なしにここのリングに立てるわけじゃないし、よく言うやん、今 K-1 さんとかもそうやし、ライジンさんとかもそうやけど、まあこんなやつ怒られるかもしれんけど、いろんな実力もないのにリングに上がってきたりとか、数字だけリングに上がってきたりする人もいるし、格闘技っていうものを数字を取るための道具にされている。でもこれはそこで戦ってるやつらの力不足。まあそうですね。だからヒロキに数字が取れへんって言ってブーブー何もせんって言うやつと一緒、それを言っちゃうの、ほんまに思うし、
そこをやっぱり今、このリアルにこのリングの生ものやという言葉を使うんだけど、リングの中って生もので、その時々に何が起きるか分からない生き物やし、あれはリングの中ってほんま生き物やと思うし、いいも悪いも全部出るし、だからその一日にかけてやっぱり作っていく中で、他の人よりもやっぱりアスリートっていう部分をしっかり持って、でももともとヒロキはアスリートには負けへんぞっていうのを持ってんやったら、そこを違う部分に力を尽くしてやっていかないと。だから格闘家みんな思うねんな、なんかこう狭い世界ですごく生きてるし、 K-1 のチャンピオンになったからすごいとか、あ、例えばタケル君とか、あ、その東京ドームの話したわ、ザ・マッチの時の話、これあの時すげえ思ってな、これザ・マッチセコンドで行ってねんか、5万人入った、誰のセコンドでしょ、流星、あ、5万人いた、格闘家すごくなった、会場日々揺れてたよ、ブワーってすげえなーって思ってて、でもさ、俺ら後楽園ホールでクラッシュで試合するやん、クラッシュの喫煙所あるやろ、はい、どう海岸みたいなの、うん、はい、あ、ほんま毎週巨人戦すごい人入ってんやん、やってますね、あれを見た、アイドルのコンサートもすごいですもんね、俺あれを見た時に何一回やっただけでなんかこんなすごいことやってるのになってんやろと思って、俺は野球サッカーに負けたくないって格闘技をやっていこうって思ってたやつ、持ってるやつらがさ、一回ドームに5万人集めただけで、それも天心くん、たける君のおかげで集まっただけで、何を満足しちゃってんやろと思って、だから意識が低い、もともと基本的に格闘家のプロレス毎年埋めてましたね、そう、ね、そう、だから結局小さいとこで満足して小さいところを目指してしまってる、だからこそ格闘技が変わらへんし、俺らが一トレーナーの俺がこうやって変えていくぞ、一選手のひろきがこうやって変えていくぞって思っても大きなものは変わらへんかもしれんけど、一トレーナーの俺が変えようとしないとも変わらへんし、一選手のお前が変えようとしないと変わらへんし、それが身になる身になる別としてやっぱり動かないと始まらないし、そういうところから変えていかなあかんなと、俺も今回すごい勉強になったし、なおひろきに関しては、今回の計量は絶対あったかもしれない、男としてもすげえダサいこと思ったけど、まあ失敗してしまったから二度とこんなことはないようにしなあかんし、はい、まあ、してやさっきも言ったけど、ヒロキには今ヒロキについてきてる人は、これは教え子とかプロ選手を抱えてるだけじゃなくて、ジュニアの子もそうやし、ジュニアのお父さんお母さん、はい、みんなそうやし、いられてるっていうポジションの人間は、まあ、これはでもな、一緒やわ、あのやっぱり経営者とか上に立つ人間ってもうつきもの、だって簡単に話したら従業員より経営者の方が給料いっぱいもらえんやから、リスクも大きいよ、それはもちろんそうよ、失うものも大きいし、従業員の失敗は自分の失敗やし、だからさっき言ったみたいに、ヒロキが俺らにすごい迷惑をかけたとか申し訳ないって言うかもしれんけど、それ選んだ俺らし、これは俺らの責任だって、そこをいちいち気にすることはないし、あんまり変わっていかなかったじゃん、そうですね、何もかもと思うで、俺は多分な、ジュニアの子とかにすごい言ってってんの、お前シャドウでもそうじゃん、何も考えてやってんのな、やらへんほうがええぞっつって、ほんまにそうですね、それと一緒や、結局まあみんなそう、あのだから俺はなんかヒロキがジムの代表っていうポジションはすごくいいなって思うところがある、はい、自分もなんかプラスな部分、まあそれは時間取られたりとか休日なくなったりとかマイナス多いですけど、やっぱプラスの部分の方が圧倒的に多いなっていうのは自分でも思うんで、あれ休まんでええよ、休日なんかいらん、俺見てくれ、休んでへんやろ俺昨日数ヶ月ぶりに日曜休みだったんですけど、ずっと一人でいいよと思うな、なんか意味ないですね、僕の休みは、まだ休まんで、マジまだ休まんで、はい、どこ見てんのか知らんけど、そのファイターじゃなくて男としてどこ見てんのか知らんけど、俺は自分の目標があって、こうなっていきたい、ああなってきたい、これを達成したい、死ぬまでに達成したい、俺はもう今もう来月40人やけど、なんか俺はもう前から言ってるけど、こう自分のために生きるっていうか、人に物を残す年になってきたなってすげえ思うし、かといって自分のやりたいことを達成できてるかって全然できてなくて、で俺正味11月ぐらいからまともに休んでないんだ、1日も正月も休んでへんし、でもなんかそれをなんか休みないなって思ってないっていうか、別に休んでる暇なんかないし、日数足りひんわと思ってるじゃん、やりたいことがいっぱいありすぎて、確かに俺がよく言う大義って言葉知ってる？これめっちゃ大事だよ、ね、俺大きい、そう、大義って何なんだってさ、人間って自分のために生きたりするのって限界があるね、人間ってすげえ弱い生き物だから、自分のために頑張って自分のためになるって限界があって、大義っていうのは人のためとか、こうするためにとか、
っていうのが大義だけど、今の日本にも大義っていうのはない。ほんまもう、でもないんやったら自分の中にそれを作って、そうですね、その大義に従って生きていかなあかんし、誰かのために人間はこうやる方が力を発揮できる。ほんまにはもう限界が、勝手にもその大義じゃないですけどおるんで、守らなあかんとか見せなあかんとかが、だから結構恵まれてる方なんかなと思います、うん、そう。そこを思い出さないと、やっぱり自分のため、自分のプライドとか自分の見え方、まあ分からんでもないかな、これは俺とお前の違いで、プレイヤーやから、やっぱり自分の見え方っていうのをすごい大事にしなあかん部分があって、俺はそれがないから、全部それを捨てて、他のところにフォーカスを当てれるからできてる部分があるけど、まあ、ひろきはそれを、それはしたらあかんねんね、自分の見せ方っても大事やねんけど、井上尚弥選手とか、でも普通にちゃんと、多分なんか見せ方も大事にしたのか分かんないですけど、普通に、ちゃんとやってたらかっこよく見えるっすよね。そのなんか職業を全うしてたらかっこよく見える。かっこいいかっこ悪いなんて諸説で違うやん。例えばひろきみたいなキャラが好きな人もいるし、はい、例えば極端に言ったらトーマみたいなキャラが好きな人もいるわけで、はい、まあ結局何が大事なのかって言ったら、自分に嘘なく自分がかっこいいものを貫き通して、それをそ、ね、だって万人の人、世の中の人全員に応援だなって思って無理やん。じゃあそれできたら宗教できる。間違いないです。万人に好かれたいんだったらもう人前出てないですよね。格闘技すんなって思うでしょ。確かに。ましてや今のこんな時代でさ、この間全然話変わるけど、例えばコン、何？パワハラ、オラハラ、セクハラって今話題になるけどさ、この解散されてて、僕全部っすよっつって。そうっすね、俺のことミスターハラスメントって呼んでくださいって言ってる。すごいらしいっすね、なんか。すごいよ。飲みに誘っただけでもダメなんでしょ。そうだね。だって神さんにおっぱいちっちゃいなとか言うね、俺。それはあかん。それはダメです。それでもセクハラ。でもこれ結局、誰がどのタイミングで言うかやと思うね、俺は。確かに確かに。どこまで深いじゃなさ。そう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 。そうね、だからダイヤとかでも乱動画とか上げて、あんなもうパワハラ言われてもおかしないしさ。ミスターハラスメントです、僕は。それは否定はしません。まあでもほんまそれ、価値観とか言い悪いなんて人によって違うから、だから結局自分に嘘つかへん、自分に恥じない生き方をするべき。だから結局なんかすげえいろいろ難しく僕も考えたんですけど、この何日間か結局なんか自分が好きで始めたもんなんで、多分自分が満足したら、満足するとこまで自分が頑張るしかないんかなって思ったり。あれをしなあかん、これをしなあかん、トレーニング方法はどうやっていう前に、もうほんま簡単やなと思って、今回すげえダサかったから、お前、うん、そうですね、ちょっとダサかったなと思うし、ただダサくない生き方をするべきやし、でもそれは俺もいっぱいあったよ、今まで喧嘩になってひよったこともあるし、人数多くてひよったこともあるし、ダッサーと思ったこともあるし、ついからせんとこうと思うし、はい、足震えても行ったこともあるし、仕事だってそうで、こここんだけこの大きい仕事を入ってきたって、足場の仕事でも例えば100万200万の仕事は平気で受けたくせに、3000万の仕事って言われた瞬間ひよったり、結局あったし、俺もそんな怖いですよね、怖い怖いねんけど、でもそれをやっぱりこう経験しないとやっぱりうまくいかないし、何も何が正解かなんかないし、お前がチャンピオンになって引退するのが正解なのか、チャンピオンを目指して本気でやってチャンピオンになれへんかって引退するのが正解なのかよく分からんけど、俺はトーマ・ジン・ダイナとか人生とかレイとかいっぱいおるけど、に関わらず俺が今腹出るヒロキとか白洲さんとかヒカルとか、それこそデゲー来てる選手ってさやけど、俺はよくみんなに言うんだけど、自分の子供が生まれて引退して自分のことを喋るときに、お父さん昔キックボクシングやっててんじゃなくて、お父さん昔キックボクサーやってんって言わせてやりたいなって思ってるし、なんかこうやっぱりこう胸張ってキックボクサーやったって言えるようなキャリアを積ましてやりたいし、そうなるにはやっぱりしんどいこといっぱいしない、そうですね、お前昔のこと、人の言葉をな、もっともっとな、すごいなと思うで、何かこう何かを得るんじゃないかを捨てなあかんと思うし、みんな経験してるですもんね、確かに。俺とかヒロキみたいにこうちょっとこう自分でもあれやけど、人よりこう人を見る能力が長けてたり、人が重要なんでこの人何が言いたいかなって喋れてたり、自分が後悔はしたらこう帰ってくるやろうな、じゃあこう返そうまで喋るやつとかって、いい部分でもありすげえ悪い部分でもある、ね、俺もそれにすごい悩んだのは20代後半かな、すごい悩んだ、なんか自分の友達と遊ぶ時も
頭が飛び越えちゃって面白くなくなってなんかもう喋っててもどっかで下に見てるというか悪い癖どっかで人のことを下に見ちゃう今でもたまに出んもん俺自分でもうこいつアホやなと思いながら喋ってたりそれはでもそれってなんかでも大事なのはそれも自分で気づくことそうですねそういうのをやっぱりこう自分で言い聞かすのが一番のあれかなと思うしお金をかけて自分に投資するのもありやし体作るのもありやと思うけどそうじゃなくてポンポン変えれば勝手に変わるしなんか自分その指導者が普段いないとかもういろいろ言い訳にしてた分はあったっすけどまあ普通に自分でやってたりしちゃんちゃんとやってたら大丈夫やなっていうのもあるんで投資なんで、はい、まずはなんかちょっと迷いそうだったからボスのとこ行ったり話迷うよあのまあ俺は今広くも知って俺も迷う時あるし俺もブレる時あるしだからヒロキにも相談するし、持ってて俺トマコにとか全然相談するし、最近自分が分からへんくなったら、まあ、何の見栄もないし、プライドもないし、見栄とプライドでは誰も守れへんし、飯も食えへんし、なんか、もっとかっこよく生きないとな、そうですね、うん、せっかくこんなかっこいい仕事してんだよ、お前、かっこええやろ、ファイターって、人前でさ、あれがみんな見てる人はどうか知らんけど、みんなファイトマネー数万円、数十万円で。やってんの年間通してできてよ教えやろ練習に計算してみたらサラリーマンで安い人いっぱいいるぞダメ通すもんねでもそれはやっぱり分かってたやろああそうですね好きじゃないとできないですよねこんなじゃあそれだけかっこいい仕事をやってんやったらかっこつけないとねちょっとほんま思うしダサいやついっぱいいるしダサいやつが多いんやったら目立つん簡単やん考えた考えたよダサいやつが多いんやったら目立つん簡単やしかっこよくなりゃ目立つしそういうやつは残るしだから昨日の大豆さんの試合でも俺はもうすごい金子君の試合にしびれたよあの子見たリンゴいる時涙浮かべてあんな見せへんやんでもあれ多分2年間めっちゃ悔しかったと思う彼ああやってこうあれが感動を生むやん感動したのなんか背景まで見えたんですよ、ね、だからやっぱり結果もそうやけどやっぱそれまでのプロセスが大事だしストーリーが大事だしそれは見せるストーリーじゃなくて勝手にできるストーリーそういうのに人の心が動くやろし、うん、スポンサー誰もそうやと思うで俺そうですよねトーマとかジンとかにもよく言ってくれるけどこんな若い子たちが頑張ってるの俺ももっと頑張らなあかんと思ってるからやってんねんって言ってくれることが一番嬉しいしだからなんか、怒られとったらあいつらも例えば建築業のスポンサーさんがいるときにあの人らみんな朝5時6時から起きて仕事したりやんか、まあ、あいつら10時11時まで寝とったら俺どついてたもんお前らなって5時6時からお前らのために働いてる人かな起きてんのにないやでも起きとけって言ってじゃあ、まあ、大げさに言ったらな絶対絶対確かにと思うし俺とまあええかったんちゃうお前今回ファイトとしてじゃなくてそう、ね、人生としてすごい大きな経験をしたなって俺は思うしまあでもなんかほんまになんか再改めてなんかああファイターやなっていうのも思ったし選手としてなんか満足して死にたいなと思ったんでなんかすげえいい経験って言ってしたらあれですけど、まあ、いい経験できたなと思いますいやほんまやっぱ俺ブログでも書いてたけど失った信用となくした期待はなんかお前がこれから自分で取り戻していくしかないし今の枠というか登るのは早いけど崩れ落ちたらほんまに一気に崩れ落ちるし一番初めに登るスピードと2回目に登るスピードってガクーンってスピード落ちるからやっぱりトーマでもそうでトーマなんか見てみるあいつ川上君と安本君に負けたから連敗って言われてるけど間にあいつ勝っとるからビューに対人ですかそうビューなんて今ワンで3連勝とかしとるでワン出てるんですね絶対あいつだからやっぱりな期待が大きい分負けた時ってもうみんな勝ちを忘れられるというなんかもうネクスト K1 の顔みたいな感じの売れ方やったんですよね最初はそうですよでも昨日あなんか俺 K1 さんが諦めないだトーマの動画を出したんだけどでもほんまにそうでなんか勝手に俺らが期待してただけで這い上がるとかクソとかにまだ始まってもいい日になって思ったし俺はベルト取ってからがスタートやしそこ目指してやってんやったらそこがスタートやしこれからじゃんジンとかもフェザー級になりましたもんね、うん、だから広瀬君20まだまだ小僧やしでもなんかめっちゃ引退って言われますよ、ね、おっさんなんですかね顔が
いやだからなんかこうやっぱバーンってスピードも上がって出るし、やっぱりキャラがあるから、いやでもこう例えば使いにくいプレーとか、なんか前座で使いにくいキャラやね。あ、確かになんか最初僕 K1 とか最初のプレーから出れるんかなと思ってたら、いきなり朝日さんやったり。そうそうそう、朝日さん選手なの。あ、選手。え、それ年下だったらいいんかな。選手は選手、選手ですか。それがアスリートじゃないよ。そうですね。難しいっすよね。まあでもキャラ、でもそれはいい部分もあり悪い部分でもあり、そこに調子乗っちゃう人とそうじゃないでって言い聞かせる、うん、あでもやっぱ怖かったっすけどね、最初。そうよ、あの世界チャンピオンと試合した後すぐ俺と思ったんですよ。でもだから逆に俺はすごいなと思ったのが、オールインさんにいた時にやっぱお前っていうものを尊重してくれはるジムやったから、うん、そうですね。あのはっきり言って今は俺オファー、あの状態でオファーって俺もしかしたら蹴ってたかもしれない。そうです、俺はやっぱ俺はこうどっちかというと脳みそがこうアスリート競技として格闘技を見てしまってる部分があるから、リスクの方が大きいなってなるし、もしかしたら蹴ってたかって分からんで、その時でもあれはやっぱりオールニーさんが尊重してくれたんですよ、うん、お前っていう選手を尊重で、俺はこういうやり方もあんやなって、すごいこう安保代表のやり方に対して俺はすごいなって思ったし、正直マジかって一瞬思ったけど、まあ、でもね、まあそのコウキ君もいやいや、これちょっときついぞみたいな感じやって、いやでも僕がすげえやらせてくださいと、どうせ勝ち負け半々なんでみたいな感じでやらせてもらったんで、そこはすげえ代表になって余計感謝するんですね。自分下の子がもしそういう無駄なマッチメイクのとちょっと怖いなってのはある。だからほんまになんか思ってたのはトップにいる選手とか、前も試合会場、龍の試合会場で喋ったと思うけど、トップにいる選手と地方団体で、地方団体は下って言ったわけじゃないけど、トップに上がる選手、トップに上がる選手の違いって、負けへのなんかこう自分の負けに対しての怖さが足りない。ほんまもう負けても次やってすぐ思ってる選手が多い。負けたら死ぬって思わない、ほんまに。ほんま思うで、特にトップなんか戦ってみる、わかるやん、余計わかるやん、負けたら一気に崩れ落ちるし、死ぬっていうのは命がなくなるんじゃなくて、選手としての価値がなくなることがお前らは死ぬやろ。道がなくなるっすよね、急に負けたら、うん、次とか。だからそれこそやっぱり中村さんが前言ったって言ってて、勝った選手には次があって負けた選手、勝った選手には次があって負けた選手には次がある、確かにすごいいい言葉になってるの。でもあれっていうのはやっぱ格闘技のきつさを知ってるからこそ言える言葉であって、簡単に次はないよ。だからなんか俺はなんかまあちょっと俺もいろいろあれから考えてて、いろんな考え方があって、やっぱりここはヒロキはしっかり体作って K1 グループで復帰するのが筋かなって思ってたけど、なんか別にいろんな地方の大会出るのもありやなと思うし、思うけど、それはなんかいい話が来てるから出るじゃなくて、根本は変わってない。よしヒロキ、今やったらどこのリングでも上がれる、今やったらプロとしてリングに上がれるで、俺ら、俺やったりヒロキが思えたら俺はどこのリングでもいいと思ってる。確かに、まあやること一緒ですもんね。そう、だから結局場所が違ったりしてもやっぱトップの選手ってトップやなって思うし、だからなんか思ったのが、そのうーん、例えばライジンさんとか、それこそブレイキングダウンさんとか、もうそうというか間違えた、みんなバーバー言ってたって、やっぱ強い選手ってやっぱ光る、すごいなって思うし、やっぱりなんかやっぱやる人間で全てが変わるなって。団体関係ないですよね、うん、だからこの間のディープキックさんでもやっぱり春とか哲くんってやっぱ色が違うし、頭いく、うん、ポンって抜けてるし、やっぱりあれがやっぱ強い選手ってそういう風なんじゃなって思うし、そこはまたゆっくりゆっくり考えていって、まずは今お前自分と向き合って、まあ、そうですね、うん、簡単なもんじゃないで、今までやっぱりこうキャリア10年ぐらい、今は全部合わせたら3年ぐらい空白あるんで、そうですね、7年ぐらい、7年間今までこれをやってきたものを、あ違うっすね、5年ぐらいですね。でもまあ飽きてる部分もあっても、まあ、始めた頃からリング初めてグローブつけた時から目の前ぐらいな、近く時から合わせたらちょうど10年ぐらいですね、やってたらやっぱそんだけ10年って人間って一番つけるの難しくてなくすの難しいんで、習慣やねんな、習慣づいちゃってるから、もう例えばお前が舐めちゃってる部分、舐めちゃう部分ももう習慣やねん、お前の癖みたいなもんでなかなか抜けへん、
今分かっててもポコンって勝ったらもしかしたらお前また同じようなことするかも。でもここはやっぱりほんまに少年入れて変えていかないと変わらへんし、習慣づけるのも大変やけど、習慣づけるのも大変やし、そこはやっぱほんま大きく考えて、お前が自分で知らがん知らがん毎日毎日言い聞かす。俺はフィットネスのお客さんにいつも言うことがあって、例えばプランクわかる、両肘ついて体幹トレーニングで、あれさ腰こうやってあげたら楽になるよ。でもそんな教わってないよ楽になるなんて。なんでできんのかって言ったら人間って器用ないじゃん。しんどいことやったら器用な体、しんどくない体勢を勝手にすんねん。器用な生き物、それはいいも悪いもあって楽すんのがすごい得意な生き物だから、それを大事なのは理解する、自分で理解する。人間っていうのは楽な生き物、俺はほっといたら楽するぞ、ほっといたら器用にしてまうで、だから絶対やったか迷ったらしんどい道を選ぶんやで、で常に毎日毎日以上でよろしいですか。いい気がする。そうですね、俺も一時あったわ、23、24ぐらいの時に仕事がうまいこと行きまくってる時に、それを先輩ミルクの俺が好きな先輩に、ミルクの毎朝起きて鏡見て歯磨きながら、俺は絶対適当になんなよみたいな、かっこ悪いことはすんなよと俺自分で口に出してる鏡、そういうなんか変わるか分からんけど、そういうことをやり続ける ルーティーンというか、うん、絶対言う、そういうのから変えていったよ。だからトレーニング方法とかっていうよりもそこやなって俺は思うんだし、自分もそれは思うんだし、なんかボスがリザー、まあボスがっていうか普通に普段の人らがや、いや普段の普通のトップの選手と一緒に練習させてもらってるじゃないですか。僕がトップでもないくせになんか練習させてもらってて、その人らがやってることをやらんからあかんねやと思って、やってること同じことやってたらそんな体にもなるやろうし、そのマインドにもなるやろうなと思ったんで、自分もそのなんか極端にこの試合負けたからここをこのトレーニング増やすとかこのトレーニング減らすとかじゃなくて、普通に当たり前のことやってたら全然僕世界チャンピオンになるとほんまに今でも思ってる。いや俺でも思ってるよ、ほんまに思ってる。やっぱりこう昨日の試合見ててもそうやし、与田選手見ててもそうやし、あいけるぞって思ってるし、はい、俺らが見てるヒロキが出れば、はい、もっともっと、まあ、急にね、あのジムで始めてほしいですね。でもな、人と思ったのがさ、なんか俺もちょっとやっぱそのヒロキの才能に溺れてたなと思うのが、なんかこうこいつちゃんと出たらチャンピオンになれるなって思ったけど、その先は見ていいんかって感じ。チャンピオンになって、じゃあほんまにグローリーとか海外のトップ選手のところに戦えるかなってやったら、まだ今分からへんなってやってるのは、ヒロキを強くしようとしてへんかったかもしれん、俺は。もしかしたらヒロキのその潜在能力を出そう出そうばっかり考えてた。だから俺はちょっと俺も考え方変えやかなってすぐ思った。ヒロキっていうものをもっとグレードアップグレードアップ常に強くする。だからトーマの時も一緒で、ベルトを取るためにトーマ多分戦ってた最近。でも俺ら初めての時ってベルトが別にどうでもよくて強くなることばっかり考えてやってたから、ここを忘れたらあかんなって思ったし、俺はなんかトレーナーとしても失敗やったなって思ったのは、ヒロキの才能に俺自身も溺れてたからみたいな。ヒロキってこれを言ったら俺はできるしみたいな、ちょっと難しいコンビネーションってちょっと難しい、ヒロキやったらこれ自分の中である程度解釈してくれるし、俺が例えば10やってほしいって言うけどたまに11、12で返してくるから、これはいいかもなみたいな風に甘く考えた部分もあったなって、俺すげえ俺も反省したよすごく。でもなんか年下っすけどなんかトーマとよくまあ2人でまあいろいろ京都合宿から終わったんですけど、あいつなんか普通に試合前ではないのにすげえフィジカル追い込んでて、すげえなって言ったら、やっぱ仕事なんですよねみたいな、こういうなんかちっちゃい人がすげえ俺刺さるし、こう K-1 の世界チャンピオンを目指してたんですよ。でほんま車で助手席座って、どうするのお前これかなみたいな、まあ普通に話するじゃないですか、時に僕 K-1 の世界チャンピオンになりたいと思ったんですけど、なんかそのワンとかグローリーとか見てそっちの世界チャンピオンになりたいなと思うんですよって、ふんだお前 K-1 はの世界チャンピオンだなってことって言ったら、いやそういうなんかトップのメジャー超メジャー団体目指してたら勝手に K-1 のベルトはまいとと思うんですよみたいな感じで、こいつかっこいいなって年下やけどすげえウィザードのコーラってわかんないですけど、こう僕らにも響くようなこと言ってくるんで、なんかいい環境やなって思います。だんだんやっぱりトーマもジンもダイナもどっかでやっぱ俺っていう存在が大きくて、多分ね、分からへんけど、あいつらはそう思う、俺はもう自分で早くそうなってほしいなと思う、心では言ってないけど、思ったけど、多分途中まで俺がやってほしいことをやろうとしとった、あいつらは。でも最近、ほんまに
も自分がこうしたい、自分がこうなりたいとか出てきたなってすごい感じるし、そうなってほしいなって思って俺もずっとやってたし、なんか、まあ、俺もなんかこう、まあ、難しいな、こうポジション的に親っていうのもあるし、ダイナの親と変わらんし、俺は親感ないですけどね、もう消してるよ、消してるけど消してるけど、なんかこう言葉で言うよ、ブログとかそのを見て感じろよ、みたいな、俺の言いたいことはそこやぞ、じゃないぞ、みたいな、まあ、簡易行くはね、そうですね、それが伝わってくれたらいいなと思うんだけど、やっぱあいつはアホやから、なかなか伝わらへんけど、トーマーダイナはアホですけど、ジンはおかしくないですよね、ジンはあったのか、ジンは怪我して変わったよ、ほんまに、あいつの日常とかもおもろい、俺は人生の中で現役の間は食っていう楽しみを捨てたっていうもんさ常にもう1日10回ぐらい大事に取んないです取って食べるもん系全部自分で作る、だから飯とかもいつも別やあいつは自分で作っとるし、なんかやっとる、ね、なんでって聞いたら、まあ、ほんま一番簡単な理由で、俺はもうこれがして終わってもいいと思う、この試合で俺はもうつい首怪我して引退させるから、それはずっと言ってんだ、首のヘルニアもし俺はもうこの試合で終わってもいいと思ってるから、後悔マジでしたくないね、言いよるし、その減量方法も今まで俺が考えた減量方法やったけど、あいつだけは別でした、KJ さん、お金を払って自分でつけて、自分その人の言う通りにやってるから、俺は口出し制限してる、なんかそういうのがどんどんできたらいいなと、ね、自己発信してくれる、はい、ということで京都から帰り、いろいろ話しましたね、なんかまあ撮っとうとかも撮ってないとかもあるけど、まあでもボスってカメラ回してようが回してないがあのままの試合かな、いつも言われてることやし、まあ、今後のことも本気で考えてくれたけど、まあ、自分のあとは競技に対しての向き合い方を、まあ、まあボスにも言ったけど、今チームとしてやってもらってる中で一番見てくれてるボスと花前先生と、まあ、あと下の子らに俺はまあ態度というか姿勢で見せていけたらなって思います。でもやっぱ京都行ってよかったな、まあ いろんな意見とかすげえあるけど、現役中にジムの代表するんだとか、まあ、いろいろあんねんけど、俺はまあ現役中に代表できてよかったなと思うし、代表現役中やから代表としてその指導の面でもなんか現役中の人間やから言えることだって出てくるし、まあ、実際あるし、そこでまあリュウとかレイジとか下の子らがどんだけ何を感じ、まあシューマとか何を感じてくれるかわからないけど、まあ俺は俺で、まあ100人100人同じこと言う指導者が持ってもんないし、うちから世界チャンピオン出るかもしれないし、超弱いジムになるかもしれないけど、自分が世界チャンピオンになればいいだけやし、俺が俺信じるだけでいいんやと思ったし、この人ら裏切らんかったらいいんやなと思った、頑張ろうと思った日でした。やること変わらないっていう言い方はあれやけど、まあ頑張ろうって感じかな。復帰戦についないか分からへんけど、その復帰戦までのだから練習メニューとか、メニューじゃないけど練習してるとことかも YouTube でこう載せていけたらなと思って、ちょ皆さん楽しみにしててください。なんとないなんとない平日の一日でした。まあでもこうなれた、こういう気持ちになれる、27歳でさ、こうやって改めてもう一回一からとか思えるも、そう思わせてくれるチームがあって、信じてくれるチームの無理やな。マニアのボスも花前先生もいつもすげえ気にかけてくださったり、ジムの子もこうやってあのジム俺が休んでる間見てくれたりとか、ほんまに感謝しかないんで、本当にいつもありがとうございます。